来春水肖像、金星名家肖像より春水筆。来春水文化13年2月19日は、江戸時代中期、後期の儒学者、詩人。来三葉の父。陽明は青系、意味名はおもんみかんあるいはおもんみかん、字は千秋、白栗。春水は、大阪で用いた郷で、江戸では、霞が家と称した。別号に伝なす、家庭がある。通称は八太郎。 秋の人。秋竹原の荒野を営む不祥、来異性の長子として生まれる。母中子は春水が幼少の頃死去する。異性は教育熱心な父親であったので、春水は四歳から五歳頃より、京藩の学者平かなか南屋潮谷報酬について学問にいしむ。十九歳の時病を得て、大阪にて医師を探すうちにそのまま泊まり、片山北海に入門し、 経学、詩文を学ぶ。また同じ頃、超東西に月書と天国を学ぶ。明和元年、死の北海を名手に混沌死者を創立されこれに、加わる。死亡と呼ばれるほど才能が開花した。大阪の文人仏閣と交流したが、特に七歳年上の勝子ごとと深い友情で、結ばれている。安永二年大阪江戸堀北に、四塾青山社を開く。弟の春風。 安津壺も、呪者となり三来と称される。篠崎三党は、春水は四角く、春風は丸く、安津壺は三角だと漢詩に例えて、大兄弟を表した。妻静子は和歌に秀でた文人であった。安永九年、三十四歳の時に、長子三葉が誕生する。翌年に、広島藩七代藩主、浅野茂明に藩主として昇平され、一家は、秋に移る。 藩内に学問所を創立すると、天明三年江戸金番となり、春水は単身で赴任し、四次の教育係を務めている。天明五年、自らの信ずる趣旨学をもって藩の学生を統一した。その後友人である小賀聖理、微東二州、柴野立山と語り合い、元来は古文字派であった彼らを見事に、趣旨学に転校させてしまう。この三人は後に、 完成の三博士と称される。完成9年に松平定信が老中となると三博士らと働きかけて朱子学を幕府政学とすることに成功する。また、林家の史塾を官学化し、昌平坂学文書とした。いわゆる完成医学の金には、このような背景があった。その後も因然とした影響力を持ち続け、完成12年には、 小平座科学文書に召されて自らも書の講義を行っている。この完成医学の金は多くの学者から徹底批判され、貞信の,の退陣を早める一員にもなった。にもかかわらず、春水自身は一切矢表に立つことがなく、傷一つつかなかった。明治になって、徳富祖宝は、春水は世を渡たる上においても、身を処する上においても、何ら間違いなく、何ら 危なげもなく、実に安全第一の紳士的学者であると評している。長らく江戸に赴任していたが、秋では、完成8年次男大二郎が病没し、完成12年には、長男三陽が藩を出奔するという大事件を起こす。やむを得ず、座敷牢に閉じ込めるが、4年後に三葉を拝着し、弟春風の固形譲りを養子士として迎えている。今日は3年に任を解かれ帰国する。 文化十年、長年の功績により、過六三百国を給せられる。文化十二年用死刑譲るが病死。翌年、春水死去。去年七十一、広島市南区七山にある安養院に葬られる。孫の一案が家督を継いだ。春水は、生前一冊の著書も表さなかったが、没後十三年目の文政十一年に、三様の編集によって、 春水以降が刊行された。出版費用は、実定の安図壺が、藩主に願い出て、補助を受けた。主に春水の監視を年代順に掲載している。別録に、こういう録的な回想機である、在築記と、私有史が掲載されているが、当時の大阪で活躍した文人の人間関係を伝える貴重な資料となっている。大正4年14位を追贈された。 タジリ左辺、増意主権現像補番上特使増意年表 P32。ありがとうございます。